松戸塾の現代地図に旧三戸街道の道筋を重ねた地図。松戸塾は三戸街道千住塾から二つ目の宿場町。千代田の五票松戸宿船橋現在の千葉県松戸市、松戸本町にあたる。松戸塾は江戸川に面しており、江戸川の対岸には金町松戸関所が置かれていて、その石碑が残る。江戸時代には江戸川に橋は架けられておらず、都線となっていた。 松戸川にも都線上跡付近に天領を示す五領、坊地栗が立ち、そこが松戸塾の江戸川の橋となっていた。なお、火曜局で知られた矢切の私は、松戸塾の南、旧矢切村に位置する。松戸駅北側の松戸市根本は、駿河殿中藩本岳の領地で、松戸塾ではなかった。松戸塾近在の農家には、江戸川対岸に農地を持ち、 自家用船で川を往来するものもあった。松戸の宿場町は南北に約1キロほどの範囲に広がっていた。松戸はまた物資集積地としても栄えた場所であり、数百軒の家並みが並ぶ大規模な集落を形成していた。運河としても使われた坂川が市街地を横切って流れている。完成7年3月5日、江戸幕府第11代将軍、徳川家成が 松戸塾周辺で鹿狩りを行った。鹿狩り要因数は家なりの家臣団である諸大名や旗本が約9800人。瀬コは松戸塾が在所する下宇佐国は元より近隣の武蔵国、カ佐国、安房国、日立国から総数約10万人。鹿狩り日の2日前から川越に待機している家臣団の一部の約1万5千人の救治を担当するが 約340人であった。瀬コの鹿追いは広範囲に及び、東は長子から、南は安房国との国境から、北は鳥手及び深川から、西の松戸塾まで追い込んだ。家なりは鹿狩り当日の午前6時に松戸塾に入り、小富士山の山頂から鹿狩りの様子を見物した。この鹿狩りで狩猟した動物は、鹿が十六頭、イノシシが十三頭、ウサギが二匹、 キジガイチは、タヌキが3頭、キツネが3頭であった。この鹿狩りでは百姓も狩りに参加しており、鹿96頭のうち53頭は、百姓が買ったものである。狩猟した動物の肉は食材になり、毛皮や角はブグなどの製作材料となり、余剰分は売却されたと推察される。鹿には池取りにされたものが12頭いたが、その目的は、 江戸時代には肉を長期間保存するための冷凍保存技術がなかったため、その代用手段として鹿の飼育が行われたとものと推察される。江戸時代においては仏教の摂生会や神道の不れの影響により獣肉食が忌避される傾向があったが、山村では貴重な食料源であった。また、徳川将軍家の正月三日,日のおせち料理の献立にはうさぎの項があり、 ウサギ肉が食されていた。これは、江戸幕府の打ち出していた四足動物の肉食禁止令に反するものだが、ウサギの長い耳を鳥の翼に見立て、ウサギの跳躍力を飛翔と見立て、ウサギを鳥と、四足動物の中間の動物とする解釈もあった、ようである。新宿松戸宿小金宿松戸宿と小金宿の間には、万万寺の門前町だった馬橋があり、魔の宿となっていた。 ありがとうございます。